東野川三大 D1 開幕戦第32回東野川区健康の日の集い、現在グランド上では開会式が行われています。22回から豊里中央公園に移して今回が12回目。今年は17支部のうち5支部が欠場の12支部という大変寂しい大会となってしまいました。私たち大道南支部は6町会と小さな支部ですが、その分団結力のある地域です。チームワークを生かし、昨年同様優勝を目指し頑張ります。選手団の入場です。我が連合はより一層健康づくりに励み、健康の日の集いに積極的に参加し、上位の成績を目指して頑張り、楽しい一日となるように頑張りたいと思います。種目となりますオープニング種目、孫と一緒の選手たちが招集所に集まってきました。今日は最高気温が25度まで上がるということで、水分補給も必要な天候となっています。首の後ろの方ストレッチします。はい、結構です。でストレッチするときは必ずゆっくり息を吸って息を吐く、これは必ず行ってください。
ートです。1組目のスタート、法進大道南新庄が行っています。まずは前に出てきました、1組が出てきました、1組が出てきましたが、さあまずは先頭を飛ばしていますのは新庄でしょうか。新庄が行っています、新庄が行っています。さあ新庄が行っている、新庄が行っている、向かってきた、さあ浮かべて新庄が行って、下新庄先頭だ、下新庄が1着、大道南2着、法進3着、下新庄と続いていきました。スタートしました、西淡路と4チームがスタートしていきました。さあどのチームが出ていくんでしょうか。前の争いですが、まずは大隅東が行きました。大隅東が 100m を通過していきました。大隅東が先頭、東淡路が2番手、東高野の3番手、豊里と続いて今大隅東がゴールしました。東高野が3着、豊里が続いていて22秒94という時計でした。大隅東が決勝進出を決めました。3組目スタートです。まずは板鹿野がスタートしていきました。菅原が行っています。板鹿野、菅原、豊里南、小松の争い。さあ菅原は溜めている、余裕で、ここからスパートかけた、ここからスパートの方、菅原どんどん離していきます。4連覇に向かって菅原が堂々と先頭、板鹿野2番手、小松3番手、豊里南4番手、お見事すぎました。菅原、板鹿野2着、小松3着、豊里南が4着、4連覇に向かって菅原視界良好、22秒74、堂々たるレース、向こう上目に入ったところでスパートをかけました。予選1組スタートです。新庄、小松、豊里南が行っています。さあ間から1チームが出ていこうとしていますが、まずはわずかに新庄が先頭でしょうか。そして下新庄が来ています。小松が3番手、豊里南が4番手、さあ接戦だ、これは接戦となっている、接戦となっている。新庄と下新庄と小松、下新庄が前に出た、あーとちょっと先頭整理が前に出た、今下新庄か小松、下新庄がわずかに優勢、小松が2着、新庄3着、そして豊里南が3コーナーで転倒、4着になってしまいました。下新庄は手元ですが27秒78で駆け抜けました。2組目スタートです。大道南が出ていきます。大道南が出ていこうとしていますが、前には前には1チームいます。さあ先行争い、現在大道南は2番手ですが、大隅東が行っている、あとちょっと大道南と差を広げてかかっている、ちょっと大道南と差を広げている、ちょっと苦しいか、大道南が先頭だ、軽快に大道、大隅東が飛ばします。大道南が2番手、今大隅東1着、大道南が2着、法進3着で西淡路が4着に入ります。26秒10、大隅東26秒10で駆け抜けています。3組目スタートです。さあ豊里と西部が行く感じになりました。さあ板鹿野どうでしょうか。板鹿野は現在3番手となっている、上がっていこうとしているんでしょうか。さあ1つが抜け出している、初支部が抜け出している、初支部が抜け出している、3支部の争いになっている、ちょっと東板鹿野だけは遅らされてしまいました。3メーター以内の接戦、板鹿野が来た、板鹿野が抜けようとしている、菅原板鹿野、菅原板鹿野、そして豊田ともなっている、菅原は逃げ切るぞ、逃げ切る、逃げ切る、菅原は逃げ切りました。板鹿野2着、東方豊田と3着、そして東板鹿野が入ります。大きな拍手をお送りください。今東板鹿野ゴール、菅原は28秒59、3支部の熱戦は見事でしたが、わずかに菅原が逃げ切りました。